白っぽく変色してるあたりがたまにある。
感じですかね。本当目線ぐらいの差だな。これちょっと見えにくいですけど、こっち側ちょっと分かりやすい。苔が生えてたりするのは所々もので水上がります。あれに苔が生えてる部分ぐらいは、あの辺までは多分水上がり。じゃあそしたらまあちょこちょこ上げてたビデオ、山桜が咲くんで、この時にね、ちょっとお酒なんか持ってきて、こうし風が吹いてるので、花見がてら来ても大丈夫です。まあ、水の量は多いので、それ覚悟でお願いします。水の量が多い時はね、前の方で最初から飲み食いできないですよね。あともう食べるものが全部濡れちゃうんで、飲む食べるしたいんだったら半分から後ろの方がちょっとかかりにくいんで、余裕はあります。今多分奥日光あたりが紅葉綺麗だったりすると思うんですけど、わかりますけど、平日なんか1時間かからない。この右側浅いんで、たまに魚の群れが見える。1、2メートル先の方見える。あ、ほらほら、いっぱいいっぱいいる。大きい。ちょっとね、川の湯と同化しちゃってるんで分かりにくいと思う。大きくて10センチか15センチくらいいるんですけど、これもっとね、綺麗に見たいときはこの風がなかったないときの方がいいですね。今水面に風が当たっちゃってるんで波打っちゃってるんで。見えるだろ、こんだけ綺麗なら。多分見えますよ。ただ本当にね、大きい魚って成長するとまあ色っていうかね、あの反射して橋の上からちゃんとビニール引っかかっているのが分かります。上の方半分ぐらい、あのビニール、あそこまで水が上がったっていう証拠になります。あ、そうだね、そうだ、あのね、大雨とか台風の時にあの上にあるダムがあの飲み込めない分は全部出すようなんで、そういう時にね、本当にひどい時はあの半分まで行って今はね、前の方で釣りやってますね。そう、この船通るからちょっとやめてもらわないとですね、無理だよ。あ、ほらほら、どういったらいいんだろう。番号3号。ああいうのって釣りできるんですよ。ただ、許可がないと無理なんで、コンビニとかで釣る券をね、あの、もらわないとちょっとダメなんです。オッケー、釣れる魚は、イワナ、ニジマス、アユ、ヤマメ。まあ、時期にもよりますよ。ここはちょこっと多いですね。でもこの船がその魚逃げるんで、これ邪魔なんですよ。大丈夫、OK。 毎回毎回どかなきゃいけない。あの人も多分ね、いつ終わるんだろうこの船って思いますよ。そうそうそう、これ毎分通りますから。だいたいね、1時間ちょっとぐらいにはもうちょっと通るんだよね、また。この船がね、動いてなかったらずっと続けられるんです。一回だけね、もうちょっと先の方にね、お釣り人がいて、話しかけられたらいいんですけど、いつ終わるんですかって聞かれましたから、ね、この船いつ終わるんですかって。でもその時はね、たまたま最終便だったんで、あ、これで終わりですって言ったらすんなり済みましたけど、終わりじゃなかった
ルやシカ、イノシシも泳いでくるんですよ。っていうかもう使われてないんですけど、これ業者の方が一人乗って真ん中あたりまで行ったら水面ギリギリまでカゴを下ろして川の水質検査などを機械垂らしてやっていたそうなんです。要は検査をするのに使っていたらしいんですけど、今は全く使ってません。ただの飾りです。でもね、皆さん結構目気になるのはいいんですけど、ダメさん、これ忙しい時、本当にすごい時って真ん中にもお客さん入るんですよ。もう一人で大体30人ぐらいを乗れる船なんで、逆に3人だけじゃなくて今日良かったですよ。通り今ね、水が少ないからちょっと人数減らしてるんですよ。水が上がってこないと増やせないんです。今左側に見える滝の方、名前がにじみの滝と言います。あれ昔はちゃんと虹がかかったんです。では私が入る落ち込みの駅にできることがあったらしくて、今は一体とてられないんですよ。こんなに虹がかかったんです。今ね、半分くらい水が入ってきて、水が入ってきたんですよ。この川ね、無風なんですよ、本当に。なのでこの風がね、夏場吹いてくれたらいいんですけど、夏場は本当無風に近いんで、基本的には風ないんで暑いんですよ。日陰に入っちゃえば涼しいんですけど、半分以上は日向なんで乗り場が一番暑いですね。ずっと待ってるようなさっきみたいに。なのでゴールデンウィークあたり、ちょっと混みますけど、ちょっとゴールデンウィークずらしてくるのも行きます。
ないんですけど、大体混むのはまあゴールデンウィークと夏休みが一番混むんですよね、大体。おお、なってますね。今年すごかったのは夏休みのお盆の時期。ずっと数日間はね、朝から夕方まで全部満席なんです。でその時の満席は一便で4層から5層は出るので、それでずっと満席。120人ぐらいから140人ぐらいまで、まあダム湖に入ってしまって、で流れが先の方水門でせき止められてるんで、もうあのこの辺からね流れないんですよ。でまあ緩やかに流れてます。ここからこの辺かな、この辺からもう流れないんです。こうやってちょっとこの辺若いね線が入っちゃってる。こうなると今もう流れてない地点に入っちゃったんですけど、こうなると動くのは疲れるんで、あれあれあれ引っ張ってもらいます。多分ね今日4層が最大でしたね、あの繋げられるのが。5層はね船着き場は狭くなっちゃうんで、2つと3層、まあ2層と3層に分かれて引っ張ってもらいます。ずっとしたら餌が山の方なっちゃって
すごい夏見場になります。左側ね、左側。奥に見える橋っぽいのはダムの水門です。あれが水門。一応中岩ダムって言います。中岩、まあ